ユキオさんのタレコミはどこ当てにすればですここのコメント欄にしてください <laughs> マジで大丈夫だから失敗いや俺そんな暴露されて困るようなことを3個ぐらいしかないから大丈夫だクラブ界隈の値とかリアルプライベートポイントあ,あ別にいいよなんか俺やったっけあれかな俺ビップに連れてって VIP に連れてってもらった時に 僕の席に、なんか、隣に座ってた、あの、デブな女の子にゲロ、ゲロ吹きかけたこととか <laughs>、それぐらいじゃない <laughs> それぐらいじゃないあの、あるっけ他に、他にあるっけめっちゃデブの子が、なんか、慣れ慣れしくさ、腕組んできてた、来てて <laughs>、めっちゃムカついたから、ちょうど吐き気してたから、お酒飲みすぎて、<laughs> ちょうどいいなと思って、む <laughs> っちゃゲロ吐きかけた <laughs>。それじゃない それ以外、それじゃないとか。あとは、でもかあったっけえ、でも結構本当になさそう、クラブ界隈。あんま自分では行かないというか、なんか、そんな個人的に楽しむことはないから。なんか、た、連れてってもらったりすることの方が、それ以外ももろもろ。え、ちょ、教えて、マジで教えて。コメント、全然コメントに書いていいよ。出来合い系の話とか。出来合い系出来合い系って何 <laughs> 多分それ、間違ってるぞ。俺、クラブで誰かを溺愛したことねえんだけど <laughs>。あ、クラブとは別件え、なんだろう <laughs> ああ、わ <laughs> かあ、あ、分かったかも。あ、分かったかも。でもそれは別に悪いことじゃないでしょ。あ、<laughs> かったかもしんない <laughs> ああ。あー、わか、なんか、タレコミって聞いて、ちょっと思い当たる節は、あったかもしんない <laughs>。いい子、いい子でしょ。 あ、別にそれ、それは別に俺が言ってもいいぞ。え、あの、駅でしょ、駅。<laughs> え、め、め、見てたの <laughs> 見てたの、お前。え、駅であった方でしょほら <laughs>、絶対そうだ <laughs>。それ見られてんの。<laughs> クソおもろい。<laughs> いや、でも俺は恥ずかしくはないな。<laughs> 別にそんな悪いことじゃないから。<laughs> あ、そうそう、駅で、ある女の子と、駅で別れるときに、あの、改札の、もう本当にもう、目の前で、別れ際に、まあ、注意したことぐらいじゃない <laughs> 俺、それ見られてんの <laughs> え、それ見られてんの俺 <laughs>。熱っ。ちなみにさ、お前の、あの、最寄りも俺分かったからな、今。いや、でも俺の暴露っていうのはもう本当にこの程度よ。マジで悪いことしてないし。もうだってもう本当に、解説の前の本当にど真ん中だったもんね。し、俺、多分いつもよりでかかった。あの、ツっとマヨかなんかのサンダル履いてたわ。俺、半マスクだからマスクもしてないし。変装もしてないしね。本当にいつも通りでもこんな感じの。 だら,だらしないかだらしない格好でそれ見られてんの <laughs> え、ちょっと待ってえ、ど、ど、どれえ、ど、どの <laughs> ちょどのっつってあれだけどどのどこどこかちょっとまあここでは言わずにインスタの DM で送っといてど、こどこ,どこ場所は場所はどこ <laughs> っていう冗談もありますよね <laughs> 本当にそんなもそんな感じ俺は悪いことしてないよ。 結構潔癖でしょ。やいや、イチャついてない、本当にもう。本当にもうその、別れ際にみたいなもう、潔白、<laughs> 潔癖じゃない、潔白か。別れ際にみたいな感じの、なんか、あれじゃん、あるじゃん、なんかその。しかも、多分もうほんともう一緒、もう挨拶みたいなもんやな。おもろそれ。<笑><笑>えー、ちょっと待って、クラブか、え、でも俺、クラブ関係のやつを俺知りたいわ。クラブの方は、結構、俺 <laughs>、まあ、悪くはないか。デブにゲロ吐き上げるのは別に悪くないし、連れてってもらった ビップで、だけちょっと高くなってて、で、その高いんだよ、ビップの席がで、フロ上があって、ビップの席からトイレ行くのに、そのちょっと高いところ上がって、こう、こうやってトイレに行くんだけど、そこにもたれかかってる人たちがいて、<laughs> まあ俺酔っ払ってるから、あの、こいつら、タダで入ってきて、な、何くつろいでんだ、そのままこかすのでて、でもクラブがめちゃくちゃ音がさ、大きいから、あの、聞こえないよ。絶対聞こえないけど、土下かすのもつって、あの、足で、 そいつを蹴りまくってトイレには行ってたけど、それはもう酔っ払ってるときの話だし、そんなに悪いことでもないし、仕方ない。そんな,なんかもうだって通りないよ。それは。ぐらいか。うん。それはセーフだ。